吉田さん、世の中誰かが失敗すればそこに群がってほら見たことかというふうにね叩く、もしくは誰かが何かミスったりするとそこにほじくってほじくって、時には過去の全く関係ないところからも話持ち出して攻める、まあそういったね、まあいわゆる炎上騒動ってのがあっちこっちであるわけですけども、あまりにも炎上が多すぎて、これはね炎上というよりももうなんだか夕立みたいなねレベルになってきたかなっていうところですよね。まあせめて炎上っていうなら1週間ぐらいねヤフーのトップページを賑わすものであってほしいなと思うんですけども、まあ、どちらかというとそういった騒ぎとか人の弱みにつけ込んでなんとかっていうのから離れれば離れるほど、その自分のこのコミュニティっていうのはちっちゃくなってね、なんかその励まし合ったりね、褒め合ったりね、高め合ったりとかね、それから自慢をしたことをよかったじゃんっていうふうに称え合ったりする関係を探そうと思うと、ものすごく人間関係が限られてきてて住みやすくなってくるなというところですよね。なんか思えばね、その人を責めることとか誰かと誰かが言い争って論破合戦してるところに首突っ込んで、ずいぶん長い間時間をもったいない使い方してきたなと思わなくもないんですよね。まあそれがね、まあお金に変わってるんだったらまだしもなんですけども、なんか残念ながらお金が稼げるわけじゃないし、自分の貴重な時間がなくなっていくし、そこに時間を消耗しちゃうと大切なことっていうのがどんどん遅れていって締め切り間に合わないみたいなことになっちゃって、なんと不合理なんだろうと思うわけですけども、まあしょうがないですね。人の興味っていうのは揉め事のところにね、火のないところに煙は立たずですけども、向こうの方に火事があったら関係ないのに駆けつけちゃうみたいなね、まさに野じ馬、人間野じ馬根性みたいな感じで、人間が自らね馬に格下げになってしまうというねこともあります。馬に失礼だと言われてるのそうですけどね。はい、まあ今日もねおかげさまでなんかいいものだけ見て、いいものだけ聞いて、いいものだけ感じて一日が終わりそうです。まあ揉め事が起きたことはねほとんど全然私の目の前にはなくって、耳にも入らなくって、ああなんて世の中過ごしやすいんだ、その代わり世の中のこと全然わかんないぞみたいな人間が出来上がりでございます。まあでもこんな日でも曲がりなりにもアクセスも稼げてお金も稼げて人の問題解決もできたし、ああよかったなと、ついでにトレードは今日は絶好調だったし、なんかいいですね。なんか世の中にはねいいこと悪いこと様々ありますけども、世の中が悪いことで埋め尽くされていても、自分の目の前だけいいことがあればとりあえずはいいかなというふうなね感じでございます。それではまた明日、いってらっしゃい。